亀次郎チャンネル。亀次郎です。ご視聴ありがとうございます。ダイソーさんに行ったら加圧式の霧吹きがあったので買ってみました。分解してみよう。極度に気圧をかけると壊れるかもしれない。プッシュボタンは意外としっかりしてる。ノズルも大丈夫そう。金具を使用してるのはノズルの先端だけですね。この容器は 1500ml、 エア抜きも OK。 それではテストを開始したいと思います。とりあえずテル。でもなんか違う。それでは植木に噴霧してみましょう。30回ほどプッシュしてみました。明らかに違うね。さっきのはポンプのね、圧縮率が少なかったのかもしれない。さっき10回ぐらいだったかね。今回30回でなかなかいいかもしれない。この方が見やすいかな。でも見づらいか。でも意外と細かく勢いよくよく出てます。30回から40回ぐらいプッシュする方がいいかもしれないですね。じゃあ亀池にも噴霧してみます。こんな感じね。どうでしょう、いかがでしょうかね。私はとりあえず、まあ、シェルター内のね、薪わらを湿らしたりするのに使おうかなと思ってます。意外とまあ300円でならじゃないですかね。これなら結論良さそうだということで、よろしく。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあまた。